光ありだ。逆光したのさ。ありえへん光。いよいよ始まるなって感じが、いよいよ始まるなって感じが、今日は見てこれアフリカでもらったやつ持ってきた。でさっきめっちゃトラブルがあって、トラブルあったな、やばかったよね、やばかった。なんかビザの書類が違うかったみたいな、みんなが用意してた書類と違うかって、結構やばかったよ、ね、なんかもうほんまにギリギリ、時間ギリギリや、ほんまにこれじゃないとあかんね、これじゃない、オフィシャルで、ゲンユーさんがこの書類を見つけたっていう、スーパーシュート、いや、スーパーシュート決めた。あれ、ゲンユーさんが見つけてくれてなかったらちょっとやばかったかもしれない。で、そう、書類見つかって、ゲンユーさんです。書類が見つかってから あの対応も、でも紙対応だったやんな、もうめっちゃちょっとエスケープさせてくれて、時間ないから。インド行くって言ったらさ、みんなさ、水気をつけるよとかさ、気をつけないよとか、食べ物気をつけないよとか、薬気をつけないよとか、あと気温が44度って聞いてます。1年の年間の間で一番暑い時で、インド人さえもやめといたらっていうような。だって44度ってお風呂より暑くない？結構心配されますよね、うん、めっちゃ心配される。だから熱中症にならんようにだけ気をつけるのと、水分も水の出所は、まあ、ちょっとセーフティーな出所の水を飲む。で今回スポンサーさんがよく見えるように、私よくくくるからさ、ちょっと上の方にプリントしたの、見える？でこれが、そう、全員紹介したいんだけど、これがちょっと見てほしいんだけど、ベナン の大学でさ、なんか一番前に座ってた子たちがサークルみたいなの組んでたらしくて、その子たちのロゴで入れてほしいって言ってたから、ちょっとパワーで入れさせてもらった。アフリカのベナンの、であとはオフィスマキノさんと、これがいいかっていう感じです。ちょっとトラブルもあったけど、なんとか飛べそうなんで、行ってこようかな。行ってきます。とりあえずマレーシアに着きました。とりあえずマレーシアに着きました。6時間の飛行、あっという間だった。そうですね、結構一瞬でした、ね、結構揺れた、ね、揺れました、ね、なんかマレーシアのクアラルンプール空港っていうんですけど、ここがなんかそのジャングルみたいな森をイメージしてるらしくて、で割と人は少なめで、ショップも少なめで、もシャトルバスに乗ったらちょっとこう買い物できるエリアもあるみたいなんですけども、さっきの飛行機はたらふくいろんなもの飲ませてくれたり食べさせてくれたけど、次は1食ぐらいかな、でちょっとそれも楽しみに行ってきたいと思います。はい、ではついにインドに、はいはい、行きましょう。インドへ行きます。無事着きました。
時刻は、夜中の1時10分です。では空港でもいろんなトラブルがありましたけど、無事到着しました。めっちゃいい部屋。めっちゃいい部屋。It's raining these days, so it's not hot. You know, like... 明日雨ないけど、雨だと、まあ、そこまで暑くないからよかったね。車で道路走ってた時めっちゃ土ぼこりっていうか、ああ思いました思いました、そう煙ってる、だ曇り並みの目で見て分かるぐらいの土ぼこりがすごく出て、私が窓開けて走行してたんで、もう窓開けとってんけど、なんかこう窓開けてたら歯ジャリジャリするぐらい歯に土がつくみたいな、そこがちょっと驚き で結構なんかそのコンビニエンスストアもあるみたいけど、今の時間は閉まってるから、オーダーなんかウーバーイーツみたいなでオーダーしてハンバーガーを取り寄せてます、はい、今日は、まあ、そんな感じで終わっていきそうな感じがします。ちょっとハングリー、お腹ちょっと空きました。そうですね、ちょっとホッとしようかなと思います。おはようございます。はい、おはようございます。めっちゃよく寝れました。みんな寝れました？寝れました？なんとか寝れました。うん、めっちゃ快適だったここなんかシェアハウスじゃないけどね、エアビで使用してます。で朝からなんかモンキーみたいな動物、鳥かな、鳥の声にですか、ね、目覚めました。いい目覚めで、しかも今日なんとレイニー、雨なのですごく心配されていた暑さっていうのが軽減されて、体感温度が何度ぐらい、20度ぐらいですか、20度ぐらいですかね、うん、全然寒くもなく暑くもなくっていう感じなんで、今日はちょっとマーケットの方に行こうと思います。凱旋門感、じゃあ RRR 見てたからさ、みんなの顔つきが RRR の主人公に見えてる。はい、お願いします。ボクサーどうぞよろしくお願いします。この背の高い人は多分ガイドさん。行きましょう、最後。はい。民族衣装にしてはちょっとこう、なんていうの、シンプルすぎるよね。うん、もっとこう。あんまり現地感出てないですよね。もうちょいかぶれないと思いますね。ここってショッピングマーケットではないと思う。多分言ってたマーケットと違ってて、若者がここに来てみんな服買うんやけど、さっきの通訳の人が言ってたのは、ここでいい服を見つけたら後で通販でもっと安いやつを買うとかって。
や、ナイフすごい。なんか、一回持ってみて。コピーやな。コピーやな。カレイबिल्कुल मैं समझ रहा हूं 1% हां वरना ये रोने लग जाएंगे हां ये रोने लग जाएंगे एकदम से डाल दो ちょっと辛い大丈夫すごいBilkul コーディングしてダルドスパイシーいいえいいボリュームチップスだけやなくてどう見た目どうこんな感じですこれ美味しそう。美味しそう。ナッツみたいなの入ってる。ありがとう。これは後ろにあの、はい、大丈夫？ありがとうございます。彼はスペシャルマシンです。日本好きです。He wants to go to work against one time give from Japan. Ah, please come here. Please.もう一回行きたいって。ええ。じゃあ、これ。これが、このつぼに入ったやつがご飯、チキンのチキンライス。で、このお盆に、こうやって。これが、これは、食べる分だけ乗せる。で、あの、メントソースですよ。何も食べる分だけ乗せるっていう感じ。で、カレーも。私は遠藤カーラですね。ですね。お名前は、はい、ナンシーです。ナンシーさんと言います。ここの場所はデリーと言います。そしてここはとても人気なスポットになってますね。ナンシーさん。はい。今そこでニュースが来てますね。はい。遠藤ニュースですね。遠藤ニュースですね。ここに日本ニュースですね。マネダーティンベル。दांत ही तो चाहिए ही नहीं उसमें दांत की जरूरत ही नहीं चाटने के लिए दांत तो नहीं ओ जी हां ですね चलो ना जी あのゆっくりしてくださいねゆっくりゆっくりゆっくりおまいこれは？Okay. Is Karao the strong face? Go.これは髪の毛ミックスさせるやつかな。なんか結構流行ってるみたいで、5分ぐらいでできる。あれみたいな、うん、ただ髪にくっつけるみたいな。エクステ的な。そう、エクステで、ここの人とあっちの人が一緒の同業者になんねんけど、いつもファイティングしてるって。こっちの人優しそうに見えるけど、さっきちょっと怒ってて面白いでも日本でもあるよね。編み込みみたいな。いくらあるんですか？全然聞いてない。でも多分めっちゃ安いと思う。
से一緒に写真を撮りましょう。一緒に撮りますか。昔の建物ですね。昔の建物。はいはい。でこれは飛行機から事故を当たった。当たってね。はい、4階から上は飛行機が当たって倒れたらしくて、倒れた、はい、だってさっき飛行機がさもっと高いですよ、そうそう前に、あ、そっか、はい、前はもっと高かったから、はい、飛行機が当たって倒れたんだ、倒れましたね、めっちゃ気持ちいい、バイ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 、行きましょうか、 OK、 You're welcome、 バイバイバイ、もう一つ、はい、お土産あります、インドのこの文化ですめっちゃ可愛い、インドでみんな女の人はこれ
きませんめっちゃ痛いクリームでクリームちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って OK? OK? アナログな方法で石鹸をつけて石鹸をつけてこんなアナログな入るかな入るランドランドダブル痛い痛いないないランドランド何やらこれ OK? です OK 一つ OK?いえいえじゃあまたまたねおやすみなさい気をつけてください Thank you दस दो तुम दस क्यों फेंक रहे हो इतनी जल्दी यार इसको बोलते ये है वो दस सारे दस भाई कर दिया उल्टा था कल सांतो ना दिनी दिस गा मैंने कहा इसको नकली की सीट दे दे उसे सीट नहीं लगाई होता है होता है今日はあの急遽いただいたフリータイムというか、自由にしていい時間らしくて、ずっとこうなんていうの、お部屋で作業してるのもあれかなと思って、ちょっと近くの公園に来てみたんですけど、めちゃくちゃ面白かった。なんかあ今ちょうどインドって、ホリデー期間中で小学校の子とかは休みで仕事の人はもう休みが多いんちゃうかなって勝手に思ったんですけどなんかそう大人たちの憩いの場って感じがした今日フライデーで金曜日なんやけどなんか仕事もせんとなんていうのあのみんなゲームしてる感じカードゲームとかで散歩したりとかいい公園でしたここはどんなミシンストリートミシンしか走ってないところからちょっと抜けてちょっと食べ物になってきたけど絶対観光客いかんやろっていう路地でしたねちょっと入ってみたくなったとりあえず近いですねみんな近い人の働いてる姿って見えへんからどうなんやろめちゃくちゃこの辺は混ぜてあれですね仕事感溢れてますたぶん今ナンシーがおったらカメラ気をつけてくださいって言ってるやろねえ多分ずっと行っても一緒やな出ましょうかKese tujhe se nilalagaye koi, toh mere yaar.
Here's our beautiful girl. Yeah.